聖書の言葉をお読みします。イエスはそこから進んでいきマタイという人が修正書に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイの福音書9章9節に書かれている聖書の言葉です。新約聖書の最初の4つの書物「福音書」と呼ばれるものですが マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネという人たちがそれぞれ違った角度からイエス・キリストがどういうお方なのかまたどんなことをされたのかを述べています最初の福音書が今日の聖書の言葉に登場するマタイによって記されましたこのマタイはユダヤ人でイエス・キリストに出会うまでは 税署で働く、まあ、いわゆる主税人税務署の職員をしていたようですその当時イスラエルを支配していたローマ帝国の手先として働いていた、まあ、そういう彼でしたので、まあ、当時の酒税人同様人々を騙したりまた税金をごまかしたりしてかなりあこぎな 商売をしていたのではないかなとそんな風にも想像することができますしかし彼がイエス・キリストと出会うことによってそれまでと全く違う人生を歩み出しましたそして弟子の一人としてどんなにキリストが素晴らしい方であるのかを目の当たりにすることができたわけですまたいは この素晴らしい方のことを自分だけの記憶の中にとどめておくことはできませんでした。自然として帳簿をつけていたペンを持って今度はキリストの生涯をそしてキリストを信じたらどうなるのかを記していったわけです。それがマタイの福音書です是非新約聖書聖書の中にあるこの「マタイの福音書」 読んでみていただければなとそんな風に心からお勧めいたします。